お疲れ様。今日もいい演奏だったわ。ええ、他のバンドの演奏も素晴らしいものでした。見習わなくてはいけない部分も多くあったと思います。はい、演出やアレンジ、参考になりそうなところがたくさんありました。それに私たちの2つ前のバンド、機材トラブルがあったのにすぐにアドリブで乗り切ってたよね。そうね、不測の事態にも即座に対応して、その上でオーディエンスを引きつけていたわ。あの胆力は見習わなくてはいけないわね。あこ、何か気づいたことはある？先ほどからどこか上の空ですが、何か気になることでも？ごめんなさい、あこ、どうしてもブースのことが気になっちゃって。ブースってロゼリアのブースのこと？もしかして何か不備があったとか？うん、そういうんじゃなくて、ちゃんとお客さんに見てもらえてるかなって。あ、そういえばロゼリアのブースがどうなってるか、まだスタッフさんに聞いてなかったね。ユキナさん、MC でも全然触れてくれないから、お客さんは喜んでくれたかどうか分かんなくて。なるほど、確かに今回のイベントの趣旨としては触れておくべきだったのかもしれないわね。アコ、いい意見をありがとう。今後はそれぞれのイベントに合わせた MC というのも考える必要があるわ。そうじゃなくて、ロゼリアのブース今からみんなで見に行きませんか？気持ちはわかるけれど、私としては賛成できないわ。そうね、出演者の私たちが出ていくことで無用な騒ぎを起こすことになりかねないもの。それはそうなんですけど。でもアコの言う通り、お客さんがどう思ってくれたのかは気になるよね。もしかしたら貴重な意見が聞けるかもしれないし、リンコだってデザイン画の反応とか気になるよね。そうですね、ちょうど新しい衣装についても考えていたところなので、お客さんの反応を直に見れるならとても参考になります。うん、それにアコたちの伝えたかったことがお客さんに伝わったかどうかちゃんと確認するのも大事だと思う。アコたちのかっこよさをきちんとアピールできてるか、きっとスタッフさんから聞くだけじゃわからないと思うよ。もしも伝わってなかったときは、どうして伝わらなかったのかしっかり考えないとダメだもん。あ、どうしたのみんな、アコなんか変なこと言っちゃった？いいえ、アコがそこまで考えてるとは思わなかったから、少し驚いただけよ。まあ、アコだってちゃんと考えてますよ。なんだって、ロゼリアは世界一かっこいいバンドですから、アコはそれをみんなに伝えたいです。確かに宇田川さんの意見にも一理ありますし、騒ぎにならないように注意して見に行くことにしましょうか。本当ですか？やったー！サヨを説得しちゃうなんてアコやるじゃん。うん、アコちゃん、前よりもっと頼もしくなったね。そうかな。いさね、ニンニン、ありがとう。それじゃあ早速ブースに出発。待ってください、宇田川さん、衣装くらいは着替えてから行きましょう。あ、そうだった、このままじゃお客さんに見つかっちゃいますもんね。頼もしくなったのは間違いないけれど、落ち着きのないところは変わらないわね。私としてはそういうところは変わらないでほしいな。もう今回はたまたま忘れてただけですよ。
表の掃除手伝ってくれてありがとう。君のおかげで早く終わったよ。今日はこの後スタジオの予約たくさん入ってたよね。A スタジオは確か…あ、マリナさん、こんにちは。あれ、アコちゃん？こんにちは。いつの間に来てたの？30分くらい前かな。ずっとラウンジの方にいたんだ。そうだったんだ。でも、今日の練習時間ってもっと後じゃなかった？うん、実はちょっとロゼリアのみんなに見せたいものがあって。見せたいもの？この前合同ライブでロゼリアの紹介コーナーを作ったんだ。だからもし次があったらこんなコーナーにしたいっていうのみんなに見てもらおうと思って。なるほど、私たちも見てみたいな。この前ポピパのみんなにお願いした紹介コーナー、他のみんなにもお願いしようと思ってたから。ほんと？見て見て、この前みんなでどんなコーナーにしようか話し合った時はアコのやりたいことをうまく説明できなかったから、今回はイメージを絵に描いてみたんだ。こうすればみんなにも伝わるかもって思って。おお、確かにそういうのって言葉より絵の方が伝わりやすいかも。でしょでしょ、これがアコの考えた最強の展示スペースだよ。どれどれ？なんか巨大なドラゴンの絵が描いてあるけど、それにあちこち黒い炎で燃えてるよね。うん、次はもっと NFO っぽい要素を入れてみたいんだ。その方がかっこいいと思うし。なるほど、確かにかっこいいんだけど、あれ、もしかしてまだうまく伝わってない？ううん、アコちゃんのかっこいいはすっごく伝わったよ。でもこれだと NFO の紹介コーナーじゃないかな。確かにかっこいいコーナーにしようって考えてたらいつの間にか NFO のことばっかりになっちゃったまずはロゼリアのどんなかっこよさをみんなに伝えたいのか考えた方がいいかもね。そっか、そういえばさよさんもまずはテーマを考えようって言ってた。マリナさん、ありがとう。アコ、もう一回最初から考え直してみるね。完成したらまた見てほしいな。もちろん、アコちゃんの考えた展示どんな風になるのか楽しみにしてるね。うん、よし、みんなが見たらびっくりするようなの考えちゃうよ。それじゃあアコはまたラウンジで描いてくるね。二人とも